こんばんは、いからしていです。この動画では土曜日にオーストラリアのムーニーバレー場で開催されるコックスプレートが日本で発売となりましたので、もう超直前になるんですが、この予想をかおりちゃんと一緒に3連単を組んでみたいなと思います。まず私が本命に選んだのが2番のプログノーシスです。札幌記念は4着止まりだったんですが、もともとから海外遠征を見越した仕上げだったので、まあ、前走はね度外視できそうかなと思います。またクイーンエリザベス2世カップが2年連続2着や香港カップ5着など海外競馬での実績がある点もプラス材料となりました。まあ、ただね、今回は初のムーニーバレー競馬場という点と、あと香港に比べると輸送にやっぱり時間がかかるっていう点は懸念材料として残りそうです。で、鞍上のダミアン・レーン騎手を確保できている点からも、まあ、輸送までの仕上げは万全を尽くしたと言えそうなので、まあ、今回はね応援の気持ちも込めて本命でいきたいと思います。続いて対抗に選んだのがビアシスティーナでございます。オーストラリアのトップジョッキーとなるジェームス・マクドナルド騎手が騎乗予定となっておりまして、まあ、今回は地元オーストラリアなのでね、人馬ともにこれは負けられない戦いになるのかなと思います。これまでにイギリスのチャンピオンステークスではキングスティールを相手に際どい競馬で2着に前戦した実績からも、まあ、ヨーロッパでも通用する実力っていうのを評価いたしました。本当はねちょっと本命に考えていたんですが、でもね調教段階で法馬があって、なんとコースを3周も走ってしまったっていうことで、レース直前に約 6000m も走ってしまったことになるので、まあ、このアクシデントがねどう影響するか未知数な点を割り引いて対抗評価にしました。はい、ではかおりちゃんの本命と対抗もお願いします。はい、中山かおりです。私が本命に選ぶのは1番のミスターブライトサイドです。私も五十嵐さんと同じくビアシスティーナを選ぶかプライドオブジェニアを選ぶか悩みましたが、ビアシスティーナは方法が気になった点とプライドオブジェニアはまさかの連投ということなので、どちらも実力は確かなのですが減点材料があるので本命には選びませんでした。そこで今回浮上したのがこの馬となります。去年のコックスプレートではロマンチックウォリアー相手に花園2着という惜敗だった点からも、今回のメンバーでも決して引けは取らないと評価しました。今までプライドオブジェニーとは詰め寄るもあと一歩及ばずの競馬2着だったのですが、逃げ馬よりも先行が有利なこのレースの舞台で相手が連投となるのであれば頭を狙えると評価して本命で勝負します。続いて対抗に選んだのが5番のドッグランズです。前走のインターナショナルステークスでは出遅れて最後の直線を内へ行ったり外へ出したりと進路がなかなか確保できず7着に敗れましたが、前走だけの内容で見かけるにはまだ早い馬と言えそうです。今まで大きく崩れたのはサラブレッドステークスと前走のインターナショナルステークスだけなので、安定感ある成績からも今回は立て直してくると評価して2番手に選びました。それでは五十嵐さんの激走馬と買い目をお願いします。はい、本命と対抗ありがとうございました。今回の激走馬はやっぱり6番のプライドオブジェニーでございます。さっきねネット競馬の想定オッズを見たんですけど、想定で15倍になってましたが、まあ、連投の影響があるとはいえなんかね人気が落ち着きすぎな印象なので、まあ、今回はねちょっと買いで狙いたいと思います。クイーンエリザベスステークスを逃げて圧勝した実績からも、まあ、無理をして連投で挑むとは考えにくいので、もうねかなり余力と前線を見込んでの参戦なのかなと評価しました。また前走の後は高気圧酸素療法も施されたことで状態を高いレベルで維持できている可能性があると言われているので、今回は激走に期待したいなと思います。それでは買い目ですが、3連単の1着固定で1番のミスターブライトサイドから相手4頭に流した12点
で的中を狙いたいと思います。ではでは、かおりちゃんの個人馬券をちょっと聞いてみたいと思います。はい、私の個人馬券は馬連で1番から2番、5番、6番、7番、8番へ流した5点で勝負したいと思います。それでは最後に五十嵐さんの個人馬券をお願いします。私の個人馬券はね、3連複フォーメーションで1列目に2番で2列目に6番、7番で3列目に1番と9番、こちらの組み合わせで3連複5点、これでね的中を狙いたいです。ちょっとうまくいけばゲートウェイ馬券で、かおりちゃん馬券で、五十嵐レイ馬券のこのトリプルもありえるので、ちょっと楽しみに応援したいと思います。